ブレイキングダウン第11試合、青コーナー171センチ、67.7キロ、中野はじめ。赤コーナー173センチ、69.5キロ、グレートティーチャー岩本。レフリー土佐弘明。さあライト級ワンマッチはテコンドーかそれとも総合格闘技か。イクルさん、テコンドー10年中野の体どうご覧になりますか。すごい体してますね。ものすごいですね。お願いします。ただ総合格闘技6年やってるいますもんね、岩本選手もね、はい、これは楽しみですね。33歳中野対34歳、グレートティーチャー岩本の一戦、ライト級ワンマッチスタート。最初は手を合わせて、おーガードを固めながら前に出ていく、グレートティーチャー岩本。打ち合いになるかどうか。今度左ハイから打撃につなげていくという中野、膝も入れようとしましたが倒すか、手札にいくか。ここは掴み合い、最後の15秒間、最初の15秒間は両者の特色を出しながらという状況でしょうか。まだ打ちに行くことはできないでしょうか。回し蹴り、あ、止めた、右が入ってた、止めた、右腕一閃、中野を走れ。右のカウンター気味でしたかね、右が入りました。腕ですごい集中が途切れたと思いますね。ああ、そうですか。グレートフィーチャー岩本真由は思わず倒れ込みました。ただ試合31秒、31秒、アコナ中野はじめ選手のテクニカルノックドジー。31秒中野のテクニカルノックアウト勝利ということになりました。ただの試合は31秒、アコナ中野はじめ選手のテクニカルノックアウト勝利でした。